占い師ゆうすけ役佐々木希です。悠々白書は私にとってとても大切な作品なんですが、この度テレビシリーズから10年余り経ちまして、再び自分が占い師ゆうすけを演じることができてすごく光栄に思っています。ありがとうございました。で、久しぶりに集ったメンバーとの収録は大変に、楽しい一日でした。ではまたどこかで。桑原和真役の千葉茂です。いつも応援してくれてありがとう。これからもよろしく。鞍馬役の尾形めぐみです。なんかこう今日みんなと話してたんですけれども、先週もアフレコがあって、そして来週もまたアフレコがあるような、そんな雰囲気の中で、収録ができました。皆さんのおかげでまたこういう機会に巡り合えて本当に良かったなと思います。また鞍馬としてどこかで皆さんにお会いできたらいいなと思います。聞いてくれてありがとう。比叡役檜山信行です。お疲れ様でした。10年ぶりに、この CD ドラマという形で、比叡に再会することができて、とても楽しい時間を過ごすことができました。檜山的に比叡の、セリフで代表的なもの、ふんちばかめ、そしてくだらんって、いろいろあちこちで言い続けてたんですけれど、檜山的にこの CD ドラマで一つ増えました。それはラーメン。またお会いしましょう。